毎年5月5日に都会の真ん中で開かれている子ども交流体験フェスティバル。子どもの体験活動の大切さの普及啓発とともに、より多くの子どもたちに体験活動の楽しさ、素晴らしさを実感してもらうための企画がたくさん準備されています。主催は NPO 法人子ども文化ステーション。子どもが豊かに育つ日本社会づくりのため、子どもたちの生きる力を大切に、子どもや文化に関するさまざまな事業を企画し実施している団体です。21回目を数える今年も多くの子どもや親子連れが来場し、会場に設けられたさまざまな体験の場を楽しみました。こちらは縁日遊び体験です。縁日ではおなじみの射的やスーパーボールすくいなどのほか、スライム作り体験、駄菓子屋などのコーナーが設けられ、にぎわいを見せていました。そして子どもたちを大いに楽しませたのはステージコーナーです。首都圏の児童館などを中心に活動する遊び歌バンド単細胞によるライブや、音楽を通して子どもの感性や表現力を育てる教育法リトミックを用いたトントンパがパフォーマンスを披露。会場を盛り上げるとともに子どもたちを楽しませていました。ちょっと難しいです。こう昔遊びとかできる体験する場所がないので、親としてはありがたいです。いい経験だなと思います。楽しいです。子どもたちが喜んでる顔が見れるのが楽しいですね。まあ、いろんなことを経験して、まあ、自分で、好きなことをやってくれるような大人になってほしいです。またフェスティバルの企画の一つ、フリーマーケットも開催。掘り出し物を探しに多くの人が訪れていました。日本の真ん中のこの代々木公園で、子どもたちがこういういろんな体験活動が必要だということを開催できることを大変嬉しく思っております。東京都の皆さんにいっぱい参加していただけることが私どもの子ども文化ステーションの喜びでありますので、今日はいっぱいご来場いただいて喜んでおります。その他、ポニーに乗馬できる動物触れ合い体験も行われた子ども交流体験フェスティバル。笑顔と元気が満ちあふれ、子どもたちは体験活動の楽しさ、素晴らしさを実感する良い機会となっていました。なお、次回も来年の5月5日祝日、子どもの日に開催予定です。